J リーグニュース。この動画では私が気になった J リーグのニュースを紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。一つ目のニュースは、京都サンガ FC がトップチームの活動を再開したことです。京都サンガ FC は23日から25日にかけて、選手8人を含むトップチーム関係者計14人が PCR 検査で陽性と判定されていました。26日に札幌ドームで予定されていた YBC ルヴァンカップの札幌戦は中止となっていました。29日からトップチームの活動再開が発表されました。22日以来となる1週間ぶりの練習となります。4月2日16時からノエビアスタジアム神戸でヴィッセル神戸と対戦します。監督が変わったヴィッセル神戸とどのような試合をするか楽しみにしています。新型コロナウイルスの影響が京都サンガ FC だけではなく、名古屋グランパス、ジュビロ磐田、湘南ベルマーレもコロナウイルスの陽性判定が出た選手がいます。名古屋グランパスはトップチーム選手2名、新型コロナウイルスの陽性判定が出てしまっています。ジュビロ磐田はトップチーム選手4名、新型コロナウイルスの陽性判定が出てしまっています。湘南ベルマーレはトップチーム選手8名、新型コロナウイルスの陽性判定が出てしまっています。無事に回復していただけることを祈っています。続いてのニュースは、 J2 横浜 FC、 東京ヴェルディ、徳島ヴォルティス、開幕から7試合負けなし。現在1位の横浜 FC は7試合を戦って6勝1分けと、開幕戦からまだ負けていません。得点が14、失点が8です。3位につける東京ヴェルディは4勝3分けという状況です。得点が16、失点が8で、得点の数は J2 で1位になります。現在8位につける徳島ヴォルティスは7試合を戦って1勝6分けです。得点が6で、失点が4です。失点の数は J2 で一番点を入れられてない数になります。この3チームが負けなしを継続することができるか楽しみにしています。続いてのニュースは、 J2 横浜 FC、 小川航基選手が得点ランキング単独トップです。小川航基選手は今シーズンから横浜 FC でプレーをしており、7試合で6得点1アシストと、現在 J2 得点ランキング単独トップになっています。小川選手は2016年シーズンよりジュビロ磐田に入団。背番号は磐田のエースだった前田良一選手が背負っていた18番をつけました。2017年のルヴァンカップ第3節の横浜 FC 戦では、公式戦初得点を含むハットトリックの活躍で勝利に貢献をしました。このハットトリックで全身のナビスコ杯を含め最年少記録を更新しました。しかし5月に行われたアンダー20日本代表の試合で、左膝の前十字靭帯断裂及び半月板損傷の怪我を負ってしまい、2017年シーズンはリーグ戦5試合でノーゴールで終わってしまいました。2019年4月に水戸ホーリーホックへ育成型期限付き移籍をすると、リーグ戦17試合に出場し7得点という活躍を見せました。2020年シーズンはジュビロ磐田に復帰、背番号を9番に変更しました。リーグ戦32試合に出場し9得点という活躍を見せました。2021年シーズンはルキアン選手からポジションを奪うことができず、24試合に出場、1得点という結果で終わってしまいました。今シーズンから横浜 FC でプレーをすることを選び、7試合で6得点1アシスト、非常に素晴らしいと思います。さらなる活躍を期待し、日本代表に選ばれることを期待しています。続いてのニュースは、 J2 仙台のフォワード赤崎周平選手が退団することを発表しました。赤崎選手は海外クラブでのプレーを希望したため、協議の結果双方合意の下で契約を解除したということです。赤崎選手は2014年に鹿島アントラーズに加入、大卒1年目ながら15試合に出場、
5得点という活躍を見せました。2015年シーズンもコンスタントに出場機会を得て、山崎ナビスコカップでは準決勝までの4試合で2得点1アシストと結果を残し、ニューヒーロー賞を受賞し、チームも優勝しました。2017年にガンバ大阪へ期限付き移籍、2018年に川崎フロンターレに完全移籍で加入、2019年に名古屋グランパスへ期限付き移籍をしました。2020年からベガルタ仙台でプレーをしており、今シーズンは3試合に出場していました。海外での活躍を期待しています。以上、ディッパーのサッカーチャンネルでした。